はい、はい、はいどうも。はい、すいません。ありがとうございます。はい、アイラビュー中年です。エムヤンです。えー、今日やってきたのは、あ思い出のお立ち食いそばです。えー、総州そばという,う、神奈川県を走る相鉄線沿線にございます。立ち食いそばチェーンですね。はい、お水をお、お冷やがうまい、えー。二日酔いです。そんな時はかけそばなんですが、 こちら、昔、えー、彼女と一緒によコロッケそばを食ったんだよーという同世代の友達から、まだあるかなコロッケ蕎三380円、かけ蕎二280円だったかなエミヤは二日酔いなんで、えー、かけそば行きますが、コロッケそばの思い出を聞きました。いいね。えー、駅近くにある蕎麦屋で、えー さほどお小遣いもない中でえコロッケそばを2人で食ったよなっていう思い出を聞き、えー、俺はそんな経験ないんだけどまあ、あ人様のそういう話を聞きながらあそれを食う、はい、七味唐辛子これうまいねもう十分美味しい,い,いラーメンなんだっけ天下一品をこの間食った時もおもうチャーシューやらあーメンマなんかがもう邪魔でね、えー そばとそのスープだけで十分うまい麺とスープだけねこのかけそばもそうなんですねただこの草収そばにはわさびがねカウンターにあるんでそれを入れて食うとなおうまい温かい料理にわさびってパッとしないけど実はうまいんだねなんだっけ、えー、わさび茶漬けとかそんな感じがね。 はい、かけそば、二日酔いのかけそば最高ヤンケいで、こちらは総集そばですね。神奈川県、えー、立ち食いそばランキング1位はどこですかつうと、館内にある総集そば本店なんですが、その総集そばとこの総集そばが同じ系列なのかはちょっと調べきれなかった。えー総集 というのは、まあ、相模相模の,あの、ねえー、愛という字ですよね、えーまあ、古い呼び方なんでしょうねこの相模廃藩地検前のまあめんどくさいかそういう話はね相、えー、州そば箱根そば田舎そば富士そばいろいろありますこの一帯にもね、えー、その一つ相鉄線沿線に、えー、ございます相州そば おすすめですってね。まあ、どこでもうまいけどね。別に俺が勧める必要もないんでしょうはい、わさびを溶かして。強いて言えば、強いて言えば、一度やってみて。かけそばにわさびを溶かしてっていうね。えー、この物の溢れた日本において、立ち食いそばもしっかりで、なんかトッピングしねえと悪いんじゃねえか、うん、俺バカなんじゃねえかって気持ちになるよね。一旦ね、この、なんかやんなきゃいけないんじゃないかって。 プレッシャーを跳ねのけるためのかけそばここでグッとね誰と一緒に来てもお友達とね3人でタクきー食いそば来ても自分だけはグッと一回かけそばで、えーね、抑え込む丹田に力を入れてあえてトッピングしない自分というキャラクターをまず磨いてからじゃないと今後の日本ではあ、ね、いらねえもの買わされちゃっていらねえサービスばっかり受けちゃって。 だからそれを受けてないと。大学行ってないと自分バカなんじゃねえかね、えー。これやってないから俺はダメな人間なんじゃないかって気持ちにどうしてもなる。エミヤム日本に帰ってきて、えー、そういう気持ちにどうしてもなりがち。えーね、タイの人たちの方がよっぽど好き勝手にやって、時間なんか全然守んねえし、約束もね、あってねえようなもんだし、ね、お金も買わなかったりするんだけど、 ただ日本にいるとなんかちゃんとしないと周りがちゃんとし,ゃちゃんとしろちゃんとしろって言われちゃうよねその時にかけそばでグッと自分を知らねえよばーかっていうねそういう気持ちをこのかけそばが教えてくれるんでねぜひ、えー、なんだっけこう中央林間じゃなくてなんだっけ泉中央か泉中央 <laughs> 知らねえよなそんなんね、うん、はいあ食い終わった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 、えー、美味しかったっす うんまあ、どこでも大体うめんだけど、うん買って食うもんうまいんだが、はい、ごちそうさま、280、え、円、ー。安いのか高いのかよくわかんねえな。ねえー、で、えー、この動画の終わりに、はい想定線で帰ります。みんなマスクしてんだね、可愛い,いかかわいくねえかわかんねえ。はい、えー、こちらですね、えー、LINE アカウントの QR コード、こちらで、えー、M ヤンの LINE に、えー メッセージをくださいもう一度行きたい場所とその理由を LINE してください。まさにそう、ね。自分の足ではもう行けなくなってしまったけど、エミアン行ってきてみたいなことをやってみてください。はい、ありがとう。アイラビュー中年です。